て地下探索の地下探索。この近くに多分あるよね。さらに深海に行くための、あ、待って待って、ちょっと待って、これあれだろ、あれ、オッケー、こっちから行くタイプのやつか。さあ未開の地だ。あれ、宝箱あるだけ。コスモメール、コスモメールはすでにどっかで、おじさん装備してなかったか。より深海に、今この画面じゃなかった。あれ、深海に行けるやつねえのか。イルカ神殿の近くとか行った方がいいのかな。はいはい、来た来た来た、うえ、おお、さらなる深海。こっから行けるとかじゃないのか。魚雷とかも撃てるっちゃ撃てるけど、穴みたいのあって、まあさらに下に行けると。はあ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 、木彫り人形来た、これはありがたい。でキララだけ赤いね、やっぱ女子だから赤いみたいな感じか。まあ今みたいにさらに深海を探索できるよっていうことだよね、これは。いや、ただ問題はあれだよな、ガロのやつなんだよな、気になるのは。そもそもここどこの深海だっていう話なんだけど、これ多分あれだな、ハーモニー城とかあるところだと思うんだけど、イルカン神、あ、違う、ん、これマーナリかハーモニー神殿でしょ。なんかくぼんでたから下に降りられるのかなって思ったけど、そういうわけではなさそう。これチクリーの上あたりか。はいはいはい、この BGM いいよね。睡眠導入用の BGM に使いたいような、そんな安らぐ感じの BGM。 アウレカゾウの洞窟、あ、ここか。はい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 、いや、まあいいや、せっかくだからもうこのまま探索しちゃおう。まあ普通にダンジョンになってる感じだな。で、新キャラが出てきた。お名前、キライヤー。ドラクエ7の海底洞窟のダンジョンにも出てきた記憶があるわ、こいつ。名前もキライヤーみたいな名前じゃなかったか。いいね、さっきから気づいてない。ロックオン、ロックオンって名前のくせにあれなんだな、まだ気づいてないんだな。もうロックオフじゃん。え、なになに、倒すときに自爆みたいな行動すんの今のやつで。耐性がガローだけ耐性なくて大ダメージ食らったみたいな、そういうこと。これどっちからでもいけんのか。ああ、新キャラ、シーハンターヘルカイト。いや、あんまり戦闘の時の経験値見てなかったけど、あ、こいつらそんな強くないか。2600か、大したことねえわ。はい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 、この右にあるあの像が例の像か。あー、ファイヤーしてる。
あー、ファイヤーしてる。あぶねー、3人ともミスってる。はいはいはい、これでしょ。おじさんはアウレカの像を手に入れた。これこれごと持ってくんだ。おお、近未来型の。これなんかロックマン9かロックマン10にギャラクシーマンだっけ、なんかそんなボスいたと思うんだけど、それに見た目似てるわ、このビスタークって。まあ、見たことない、今ロックマン9か10をやったことない人はちょっと画像検索してほしいわ。俺が言おうとしてることちょっとわかると思うわ。この像があった場所調べても何もなくて、これ明らかにロボットよりも大きいものをどうやって持ち帰ってるのか気になるよね。そういうのを考えちゃうのは良くないんだろうけど、まあ気になるもんは気になるよな。てかキライヤーの目の色やべえよな。笑うセールスマンのなんかラリってる時の目みたいなさ、そんな色してるぜ。礼拝脱出と、ここの海底もう一個穴あったよな。さあこっちは何がある。でもどっかの海底はあれか、あーこれも宝あるだけ。ガイアハンマー、ザルドの最強装備か。で上出るじゃん。いやどっかがでもそのラスボスの本拠地があるのがまたどっかの海底なんだもんな。あーちょっと待って、一回イルカン神殿この辺だっけ。あのクジラ、あのクジラいたのどこ。ここどこだ、洞窟があったな今。ちょっと一回地上に出て、まあ、現状今の場所がどこなのかを確認する必要がある。え、俺ここ来たことなくねえか。え、来たことある。え、どこだ。マップを見るしかない。言うてリンダのリンダの村の近く？あーん？いや違う違う違う、今光ってるところか。あれイルカン神殿あったのってさ、もうちょっと西か。もうなるべく戦闘したくないから、もう海の中から探索するのがいいんだろうけど、海の中から探索しちゃうと場所が全然わからないっていう、そういうデメリットかな。デメリットがでかすぎるんよ。でイルカン神殿この辺じゃなかったかな。この辺でもない。え？いやもう地上で、地上探索した方がいいか。ここ入ったことある？ここはさっきも来たか。あ、来てるな。いや、迷子なうだ。もう空飛ぶ乗り物使って一回あれか、これ海賊船でしょ。海賊船キラー号みたいな名前だったよな。この辺に、この辺になかったっけな。
謎だ。まあ、こんなように戦闘になっちゃうのがめんどくさいから、ちょっと空から偵察しよう。一回ワープルを使って、まあ、ちょうどマーナリーにいるんだけどさ今。でこれであのハエをこっちのすぐ近くまで召喚してるよな。いやー、イルカどこだ。この周辺でイルカを見たような気すんだけどな。いやー、もう分からんよね。いやでもこんな寒冷地ではイルカいないか。この辺の洞窟も前に探索は、このハエの乗り物手に入れてから来たか。来てないかもしんない。え、どうだったっけ。いや、来てるな。もうぶっ続けでゲームをやってれば少しは覚えてるかもしれないけれども、間が空いちゃうとな、どうしても。あ、見つけた。今の火山島、ちょ、もうちょっと いい村ないか。ここの洞窟の、いや、このライン上だよね。マーナリーのライン上、マーナリーのライン上なのか、ここは。あ、でもマーナリーのライン上か。村に入っちまった。これ村から出たら強制的に今のハエに乗ることになんないか。っていうことにはなんなかったけれども、どの道あれだよ。よくない。この辺で降りて、西に大陸2つ行った先にある。いや違うか、火山島物価の先か。これランドラかなんかあった場所だよな。でここのさらに西に、ここ来たか。これ今来たところか。これが、トラキアの像が あった場所か。あ、いや、アウレカの像があった場所か。トラキアってなんだよ。もうおじさんの記憶力がいかにガバになってるかが分かる実況動画だよな。いや、で、今の行動をしたせいで、またあれだよ、分かんなくなっちゃう。大陸で火山島物価のやつがあった場所で、この辺に、この近辺にイルカンがいるはずなんだけど、いない。いや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 、マジか。俺は一体何を見てたんだ。いや、今度こそ行けるはずだ。あのイルカのいる場所はそのチクリーの村の北西、まあ、地図上で言うと、いや本当に左上の端っこあたりに
まあイルカ信念があるよっていう感じだわ。はいはい、オッケーオッケー、ビンゴビンゴ、ようやくだ。めちゃくちゃ具だった。さあ何かいいものをこれでもらえるんじゃないか。開くよな。あれ、え、あれからちょっと見つかったよ。うん、これあれか、王様に話しかけないとダメなんか。見つけたぞ。アルカナゾを探し出すとは、なんと驚いた人たちだ。わしは褒めちゃうぞ。うん、褒めて褒めて。その褒美をくれるわけじゃないのか。直接アウレカのゾをこの扉の前で使うと、イベントが起きるぜ、みたいな。そういう白い鍵みたいなシステムなのか。もういい加減アイテム整理した方がいいと思うんだけど、犬化神殿の扉を開く。アウレカの像を扉のくぼみに差し込んだ。ほうほうほう。あんまりくぼみとか見当たらなかったけど、うわー来た、宝物庫。いいね、快感だよ。妖精の飛躍、魔力の実、アウレカの壺、これポットの装備品かな。バイタリンオール、聖なる雫、いくつかあれだよな、チクリーのさ、うんと、あ、アロエスか、アロエスのドーピングで作れるアイテムだよな、これね。スターナイフ。なんとかの雫が、なんか世界中の雫みたいな効果があるぜ、みたいの。書いてあったの、見たような記憶がある。いやー、で、問題はあれだよ。ちょっともう一回、これあれか。いや、いい。このまま下って、今あのイルカも水没してなかったか。イルカ神殿の真下は探索してるから、こう北上すんじゃん。まあ、北上っていうか南側の方に今出たと思うんだけど、で多分そろそろカメレオンの、カメレオン村の周辺がこの辺だと思うんだけどさ、これかな。ああ、この辺が多分例の大陸のあれだな。いや、あの地図にあった宝箱を、あた、宝箱っていうか、ガロウの鎧？これ、これそうだよね。これがあるってことは、あ、ここ通れるんだ。いや、この辺なんだよ。この岩礁で囲まれちゃってるけど、あの洞窟にどうやって入るのかっていう話よな。いや、わかりにくいけど、どっか横に道あったりすんのかな？この辺、この辺に、この辺だよね。多分この辺。あ、待て待て、なんか階段みたいなの見えなかった、今。階段みたいのが見えた。いや、あれ、あれ、あの階段みたいなやつを、どうやって行くのかっていう話を。いや、あれ階段じゃないか。ただの外壁の一部が見えてるだけか。え、上からも下からも行けないなんてことある？いや、で、この洞窟も結局探索したけど違ってて、他に、いや、ないもんな。やべ、一周回っちまったよ。いや、でもこの辺なんだよな。まあ上に上がることしかできないから、とりあえず上がるけど、ここではないか。いや、こっちの、あ、いや、またテントがある。あのテントはどうでもいいんだよ。ここの、これだよな。こいつをどう対処するかだよな。海の上をあいつ使うのか。あの、なんだっけ、ゲンジだっけ、あのサーファー、サーファーじゃない、サーファーではない、あの漁師を使って、
いやでもなんかあるわ。あの漁師を使って海の上でどうにか道作って突破するみたいな、そういうこと？まあ、一回陸上がるかとりあえずは。でうまいこと乗って。いやー謎だよね。こういうもどかしいのを本当にどうにかしたい。カメレオン村から行くとかでもないだろうし、まあ、ビースケットをうまく駆使していけないかっていうのと、ここ滝になってんのも気になるよね。いや滝になってる部分来たとしてもどうにもなんないわ。あーうわ、悶々とするわ。はい。なんか この大陸推しなのか。あの一族は。いやーもうむっちゃ気になる。この滝の裏があれが洞窟になってて、さっきの撮ったみたいな感じ。これで合ってるよな、そもそも。まあ一回地図で、まあ、全然違うかもしんないから一応確認。いやまさしくここなんだよな。これもう足元うろついてたら拾うみたいなさ。いやむしろここでポチとか使えないかな。ポチを使ってみて、まあ、ポチとポチダメか。で海岸で使ってくれとか言ってるから、おーおーおーおお。ああ、そっか、これで移動できんのか。え？おお、こんなすげえもん釣り上げるなんて、俺はシェルドラドで一番の漁師だ。何釣り上げたん？いやー、そういうのが欲しいわけじゃないんだよなー。そういうわけじゃないんだ。いやーどうにもできんよな。でもうわーもどかしい、めちゃくちゃもどかしいよ。小さかったか、ここで食べてしまえ。海の中にある可能性ないかな。いや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 、うまいことなんかそのクーガの鎧だっけ、それを釣り上げるみたいなことではないのか。いやー、じゃあなんだ。ここ来たか。来てない。聖なる雫、バードランサー、これあいつか、バードの最強装備的なやつか。ちょっと今攻略見たんだけど、未だにピンときてない。なんか海底から行くみたいなのが書いてあったんだけど、これではないっぽいな。カメレオン村の北東の方にある海底にとりあえず潜ったんだけど、ここの海底広くね？なんかさらにぶち壊せそうな。はいはい。間違えた。上行きたい、いいわけじゃないんだ。下に行きたかったんだ。ここもうどちらかっつうと怪獣村の方に近いのかな。今ぶっ壊したのが、
ラスボスに行くための通路か？まあ、とりあえず行ってみるけれど、いや、宝箱あるだけだ。ガイアブーメラン、これバブ最強装備だろ。まあそれでも10しか増えないか。なんかガイア系が最強なのか。ガイアハンマーとかも手に入れたよね、さっき。ザルドの最強装備。何だ、これあれじゃん。いけるんだ。うわー、来ちゃった。戻れる？大丈夫か。うわー、なんかイベント始まった。最悪だ。お父様、おじさんたちはついにこの海底基地までやってきましたわ。なぜ平気で痛みに耐えられるのでしょうか。今までいろいろな惑星を侵略し、それなりの抵抗にもあったけれど、あんなに強い気持ちを持った奴らは、初めてあのエネルギーは恐ろしい力になります。もし私たちを超える力を秘めているのでは大丈夫でしょうか、お父様。我が娘グジーよ、力の強い者が勝ち、弱い者は強い者にひざまずく。これが宇宙の法則。お前があの時始末しておれば、こんなことにはならなかったものを。グジーよ、お前は黙ってわしの言う通りにしておればいいのだ。心の迷いを捨てよう、我が娘よ。奴らがわざわざオーラの玉を持ってやってきたのだ。全力でおじさんたちを倒すのだ。愛だ友情だとほざく奴らを打ちのめしてくるのだ。行け、グジーよ。我が最強の息子たちが誕生するのももうすぐじゃ。はい、お父様。ガスマスクつけてんじゃん。てか、グジューって髪の色はあれだよな。赤と黄色じゃなかったっけ。ああ、まあ一応今のイベント見た後でも戻ることはできるのね。ああ、もうそういえばこれだったなって。まあ今になって思い出すよね、このシーンね。ここにも穴がある。いや、俺はガロンのやつが欲しかったんだよな。おお、3つもあるじゃん。豪華ね。レーザー砲。聖なるロッド。オーラックス。斧って誰の装備品だ、そもそも。ハンマーだもんな、ザルドン持ってんの。道ねえもんね。こっからどっかうまいこと下に、これ多分あれ、ああ、重いのが左にあった。この辺から、さっきのところに行けりゃいいんだけど、いやーもう道がわからん。まあでもあるとしたらこの辺からだよな。いや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 、通れたりするわけでもねえもんな、この辺。もうこっち側の下の方に一縷の望みを託すしかない。いや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 、マジか。ああ、そういえばね、あのちょっと攻略見たんだけど、あの怪し物屋ってあったと思うんだけど、昔1回か2回入ったことあると思うんだけど、あの怪し物屋に1万パールを払うと、その買えるらしいわ、あの助っ人。いや、まあそれはいいとして、ここでもないのか。他に海底なんてあったか。
え？ん？これ？これか？これじゃない？あ、今ハマったか？あ、なんかここハマるわ。いや、でもこれだわ。むしろさっきなんで探せなかったんだ？この大陸うろうろしててさ、この辺の岩を見た瞬間に多分俺ひよったんだろうな。いけるとは思わなんだよわ。で、これでさらに潜っていってこっちに出んの？ここに出たとしてもだ、なんもなくね、ここ。おう、なんもねえぜ。もう一回潜ったら右の方に出るとか、そんなうまい話がありそう。はい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 、潜ってくと順々に出てくみたいな感じなんじゃないの？はい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 、そういうことか。いやー大変だった。うえ、ダンジョンになってないよな。ダンジョンになってたらちょっと考えもんなんだけど。はいはいはい、来た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 、クーガの胸当て来た。アゲインドロップ来た。アゲインドロップが正直どんなあれなのかわかんないけど、 HP 全回復で蘇るみたいな復活ドリンク的なやつか。いやー長かった、大変だった。つうことでちょっと一旦あれだな、うん、まあもうすぐ取りか。怪し物屋でちょっともう妖精買うのは次のパートに回すとして、時間もいい頃合いだから一旦この辺で区切るわ。いやもう大詰めだよな本当に。あともうそのラスボス行くぐらいで、まああとはサブイベントちょいちょいまだやってないやつとかをこなすぐらいで、まああと5パート以内にエンディングは迎えるだろう。そういうことで終えるぜ。次回に続く。